皆さんこんにちは、大地です。サインくださいと頼まれると名前だけじゃちょっと寂しいので、今日から未来っていう言葉をね、書き加えることが多いんですけど、結構十何年前から使ってる好きな言葉で、でいい言葉ですねって言われることも多いけど、どういう意味ですかって聞かれることもあって、すごく表面上の簡単な意味はね、今日から未来が始まるんだよと、だからなんか行動をとってみようと、そしたらほんのちょっとかもしれないけど、未来はこの瞬間に変わってね、いつかって言ってた未来じゃなくて、今日がその1日目になるんだよっていう話で、でこれはすごいコーチとして重要なメッセージなんですけど、他にもなんかいくつかこの今日から未来に関する話があって、でなんかね、それの中で一つ好きなのは何かって言ったら、もうすでに未来は始まってんだよと、どんな種類の未来であれっていう話 でそれは例えばあなたがなんか今日すごく突拍子もない大きな夢を持ったとするじゃない。でもその夢の実現が10点だとしたら、今日は0点ではなくて、あなたがなんか過去にやったことかもしれない、現在やれてることかもしれないし、あなた以外の誰かがやったことかもしれないけど、実は未来の夢の一部分ってもうすでに叶ってるんですよ。で歴史上ね、とか世界中のどっかでね。でだからね、これから我々がどんな夢を語ったとしても、その何らかの種っていうのはもうすでに地上にまかれてるし、なんなら芽を吹いてるし、で我々はそれを育てていくだけみたいなところがあって、だからどんな未来を描いても安心してと、もうその未来はすでに始まってるし、まあ今日からって言ってるけど、なんならもう昨日とか下手したら何十年前とか100年前からその未来は始まってるんだぜと。出現する未来とかね、出現してる未来っていうことですけど、もうどんな未来を描いてもその一部分はもうすでに出現してる、実現してるんだっていうようなこともあって、だからもう何にしたって遠い話じゃなくて、今この瞬間から生きてるんだぜと、あなたがそれを決めた瞬間からね、未来は始まってるよっていう話でもあります。で今日っていうのはすごく特別な日でね、今日の自分はこれまでの人生の中で一番多くの経験があって賢い、そりゃそうだよね。そして今日の自分はこれからの人生の中で一番多くの可能性を持った若い自分であると。それはその昨日の方が若かったけど、でもこれからの人生考えたら今日が一番若いんだよね。だから今日が一番可能性を持ってる。しかも昨日までのこと考えたら今日は一番賢い、ね、でこの過去からね、過去の経験がね、未来の可能性にバトンを渡す日が今日であって、だから今日この日をどうやって生きるか、ぜひ未来こうありたいに向かってやれることをやってほしいし、もうすでにね芽吹いてるものっていうのを使ってですね、その未来っていうのをどんどん広げていくっていうことをやりたいなというようなね、なんかいろんな思いを込めて書いてますんで、見かけたらぜひサインくださいと言ってください。思いを込めて書かせてもらいたいと思います。ということで今日はこんな話、それではまた、バイバイ。